This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンルンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。 APEC ビジネス評議会ではタイ経済の回復に注目しています。タイは炭素排出量をゼロにすることを目指しています。タイは医療用大麻のハブを目指しています。タイ米輸出協会はタイのジャスミンライスの販売促進を進めています。それではまずはじめのニュースです。 APEC ビジネス評議会ではタイ経済の回復に注目しています。民間企業の代表が集まり、イノベーションの推進、デジタルインフラストラクチャーの構築、持続可能で包括的な観光の強化に重点を置くなど、経済の回復を加速させる方法について話し合いの機会が持たれました。 APEC ビジネス評議会の中で、ポートとグローバルケミカル社サスティナビリティ部門のチャヤン氏は、今回の会合のテーマは APEC 首脳会議の議題とも一致していると述べています。持続可能はもはや遠い先の問題ではなく、すぐに実施するべきもので、このためタイ政府のバイオ循環グリーン経済政策を民間企業でも支援しています。チャヤン氏は、タイは農業部門での強みを生かすべきだと提案しています。チャヤン氏によりますと、農業は国の GDP の 7% から 8% に達すると予想されており、開発の機会はたくさんあると主張しています。タイは2050年にカーボンニュートラル、2065年にネットゼロの目標を発表しています。これらの目標は全ての企業にとってチャンスと捉えるべきだとしています。テクノロジーを導入し、環境への影響を軽減する場合、コストは高くなりますが、新しいビジネスチャンスが生まれると訴えています。さらにバイオ循環グリーン経済により、将来タイの GDP を約 20% から 25% 引き上げることができるようになると指摘しています。将来的には企業がバイオ循環グリーン経済に投資しない場合、タイは他の国よりもコストや費用がかさむようになると懸念しています。またバンコク銀行は、アジア太平洋地域の多くの民間企業が新型コロナと共存しながら経済成長を進めてほしいとの意見を持っていると主張しています。景気減速の原因はたくさんあるものの、持続可能に関するものかどうか、デジタル技術の平等利用の促進、経済的機会の開放などが将来的に ASEAN 地域のビジネス上の優位性を生み出すものになると指摘しています。次のニュースです。タイは炭素排出量をゼロにすることを目指しています。タイで今週、アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議が開催されますが、持続可能に関する世界的な会議が他にも開催されます。エジプトで11月3日から18日にかけ、気候変動に関する国連枠組み条約の第27回目の会議が開催されています。タイからはオラウィット天然資源環境大臣が出席しています。先進国が温室効果ガスの排出量を継続的に削減し、すべての経済で主導的な役割を果たさなければならないと指摘しています。
タイはパリ協定に従って他の国と協力する姿勢を明らかにしています。モラウィット天然資源環境大臣は、タイは3億8800万トンの温室効果ガスの量を2030年までに1億2000万トンに削減する方針で、短期長期にわたる計画を提案しました。天然資源環境大臣はタイ代表としてこれまでタイが気候変動問題の解決に取り組み続けてきたことを海外に向けアピールしました。タイはタイ国ではないものの、温室効果ガスの排出量は 0.8% で世界第22位となっているが、具体的な方法で気候変動問題を解決する世界のリーダーになるために準備を進めていると主張しました。ボラウィット天然資源環境大臣は、民間部門とともに環境問題を一緒に解決してきたとして、この一連の活動に感謝の言葉を述べました。天然資源環境省によりますと、2030年までに温室効果ガス排出量を今より 20% から 25% 削減する目標を掲げ、エネルギー省と運輸省の3部門で目標に向け活動を展開する方針です。次のニュースです。タイは医療用大麻のハブを目指しています。タイ大麻産業貿易協会のポンチャイ会長は、タイは医療用大麻の効果的な開発者として世界中から認められていると述べています。タイでは大麻の医療使用が認められており、このため栽培、加工、製品生産など医療用大麻の開発において大きなチャンスを得たとしています。国内外へ販売するため、タイでは2021年初頭から大麻の産業が確立されています。これまで医療と健康産業から30億バーツから50億バーツの経済効果があったとしています。医療用大麻は医薬品、栄養補助食品、化粧品、食品及び飲料、そしてファッション衣類としても利用されています。タイ大麻産業貿易協会によりますと、現在の世界の大麻市場は約1兆バーツとなっています。タイはこの分野でアジアのリーダーであり、そして世界市場のリーダーになる準備を進めています。今後3年間でタイの大麻市場はさらに成長する見込みで、国内外の関連産業の拡大により40億バーツから500億バーツの市場価値になると見られています。タイ大麻産業貿易協会は関連機関と協力し、製品とイノベーションの展示会アジアインターナショナルヘンプエキスポ2022の開催準備を進めています。ヘンプフォーオールをコンセプトに、アジアで初めての国際展示会となります。開催は11月30日から12月3日までで、バンコクのクイーンシリキッドナショナルコンベンションセンターで開催されます。世界25カ国以上の大麻産業の起業家が参加する予定です。ポンチャイ会長によりますと、医療用大麻は医療及び健康産業以外でも、飲食や麻の特性を生かした布の生成や電気自動車の備品など様々な製品に加工されています。会長は、医療用大麻はエネルギー消費を減らし、環境に優しく、タイの BMW やポルシェ、ベンツなどの大手工場でも採用され始めています。ポンチャイ会長は、起業家にとってはチャンスだとして、さらに市場拡大を目指す方針です。次のニュースです。タイ米輸出協会は、タイのジャスミンライスの販売促進を進めています。タイ米輸出業協会は、タイ精米協会、東北精米協会、地域米センターを率いて洪水被害の状況など米の生産状況を調査しました。今回の調査では、インドのバスマティ米とタイのジャスミンライスの比較も行われました。タイ米輸出協会のワンロップ会長は、バスマティ米はタイのジャスミン米に似ていると述べています。2つの品質を比較すると同じ香り米です。バスマティ米はインドの名前が付けられています。バスマティ米はジャスミンライスのように世界でも有名です。バスマティ米とタイのジャスミンライスの品質開発は異なっています。バスマティ米は20年かけインドで非緩効性の稲を品種開発されてきました。
一年中植えることができる米で、1来およそ1600平方メートルあたりの収穫量は2倍になり、10年前と比べて2倍以上の輸出量となっています。このためタイはジャスミンライスの生産について再検討しなければならなくなりました。現在ジャスミンライスは RD15 とカオドオクマリ105の2種類しかありません。1来あたりの収穫量を700キロまで引き上げることを目指しています。販売価格は1トンあたり700ドルまで引き下げられていますが、これは世界市場の中でもかなり安い価格となっています。タイの米は品質が良いと世界で認識されており、ジャスミンライスホームマリ米開発ガイドラインを設け、質の確保と向上に努めています。現在1来あたり最大700キロの収穫を達成したジャスミンライス、本名上9があり、場所を選ばずに植えることができます。1来あたりの収穫量が1000キロを可能としている品種はライスホーム製 MU10-1 があり、この2つの品種を加えれば消費者の選択肢が広がると考えられ、タイの米輸出も拡大すると期待されています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.